きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、お待たせしましたっていうね、はい、水曜日の動画で、うん、もやっとしてる人がいるかも分かりませんけども、はい、今日からですね、大型連載企画、はい、2000年以降、うん、去年、まだ今年終わってないんでね、はい、去年まで、うん、約22年間の12球団の各年度別チームで、はい、どのチームが最強だったのか、はい、最弱だったのか、はい、トップ5、はい、ワースト5を発表します。わあ、なるほど、何年のどの球団が最強だったのか。だから袴田さんとかだと、楽天だとね、はい、やっぱり2013年が最強だったんちゃうかって思うわけでしょ。いや、もうそうですね、うんうん、楽天の歴代だったらやっぱあそこが一番最強です。最強だったと思うわけだよね、うん、はい、であの各ね、はい、球団のファンの人たちもね、いや私のあのチームが過去20年間で、あの年度のあのチームが最強だったと思うっていうね、よくいろんな話になるじゃん、はい、ね、あのまあ、2000年以降だから、うん、あのベイスターズの、マシンガン打線、はい、入ってないんだけどね、優勝した年、もうそれはもう皆さんがね、はい、勝手に調べてくださいってことなんだけども、はい、ね、やっぱあのチームが最強だったとかね、うん、あのチームはやばかったみたいな言うけども、はい、これをね、うん、データに照らし合わせて、これもう里崎指数、里崎が勝手に決めた、はい、この数値をもとにしたらこのチームがいいっていうことになるんじゃないのかっていうのを導き出して、この22年間、はい、調べて、はい、データにまとめて、うん、今日発表します、はい、でこれをね、うん、何をもとにしたのかっていうのは、はい、過去にね、あのドラフトで SABC とかやったじゃないですか、はい、あれと一緒で、うん、最後に発表します。だからこの動画ではまだ発表してはもらえない、はい、28日です、はい、ちなみにですね、うん、今日セリーグのトップ5、はい、明日パ・リーグトップ5、はい、で27日の土曜日、はい、セ・リーグのワースト5、おで28日日曜日にパ・リーグのワースト5と、はい、どういう数値をもとに算出したのかっていう発表をします。おお、分かりました。じゃあ4回に分けて、はいはい、発表していくと、はい、ということで、はい、今回は2000年以降、うん、約22年間のセ・リーグ部門、はい、最優秀チームはこのチームだっていうところで、はい、何年のそのチームってことですよね、はい、うん、まず5位、はい、どこがどのチーム、どの年のどのチームが来そうだなみたいな、なんかそう予想、いや皆さんも予想してください、してください。1位ね、はい、5位とか分かんないけど1位、はい、1位、ここのこの年のこのチームちゃうかっていうね。あれ阪神が優勝したの2000何年でしたっけ、2000、5年と2003年と2005、3とこ両方してるのか、うん、私2005の阪神とかな気がするな。阪神ですか。じゃあいきましょうか。2005、まず第5位、はい、まま聞いていきましょう、うん、ドゥルルルルル、じゃん、ポイント数、はい、187ポイントで、ほう、2016年の広島カープ、おお、へえ、優勝した、はい、はい、あの3連覇した年の1年目です、はい、1年目か、田中君丸でございます、はい、あ、2016年の広島カープ、はい、メンバーはですね、はい、1番田中、2番菊池、3番丸、4番新井、5番エルドレッド、6番鈴木誠也、6番鈴木誠也、7番阿部、8番石原、ね、うん、1番田中、2割6分5厘、13本塁打、39打点、ね、4番新井ちゃん、3割19本塁打、101打点っていう、このメンバーが第5位でございますよ。ピッチャーはね、ジョンソン、野村、黒田、福井、まあ、ジョンソン15勝7敗。野村16勝3敗、うん、で黒田さん10勝8敗、あ、だから3人も10勝以上がいるんだ、そう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 、で守護神中崎34セーブ、はい、ね、でリリーフがジャクソン、うん、ね、今村、ヘイゲンズ、市岡、うん、ね、まだ栗が3年目、このチームが5位です。はい、あ、先発 の、 そのジョンソン投手、野村雄介投手もやっぱ防御率2点台で、そうそうそう、2人ともね、10勝、15勝、16勝っていう、うん、まあすごいですね。で松山がね、31歳代打にいるけども、2割9分1厘、ホームラン10本、41打点、ね、あとルナもいます。おで相澤ホームラン7本、ね、うん、田中ホームラン13本、菊池13本、丸20本、新井ちゃん19本、エルドレッド21本、鈴木誠也29本です、う
打率も結構みんなすごいですね。高い。鈴木誠也選手3割3分5厘、うん、で菊池選手も3割1分5厘、うん、で新井貴浩選手も3割っていう、うん、3割超えが3人いる。すごい。これで89勝52敗2分けです、うん、これが5位です。22年間の中で5位です。へえ。あ、でもこうやって見ると結構いい年ですね。めっちゃいいでしょ、うん、でもこれで5位だから。へえ、はい。さあ続いて、わかりました、第4位の発表です。4位、うん、4位は2003年の阪神タイガース、はい、あー2003年だか星野監督の時ですね。あ、そっか。これはね、はい、はい、190ポイントです。おー、はい、あれさっき5位が何ポイントですか。187ポイントです、はい、このタイガース、はい、やっぱりね、はい、来ましたよ、その頃の阪神、うん、でも1位じゃないんかっていうね。あ、そうですね、ところもありますけども、はい、うん、これはですね、はい、最初に言っとくと、うん、飛ぶボール飛ばないボール、はい、ほぼほぼ数値に関係ありません。はい、あ、そうですね。だから昔の方が飛ぶボールだったないかとか、ね、飛ばないボールだったないかとか、うん、そういうのはね、このデータ上一切関係ないことになってます、はい、はい、ということで2003年スタメン、はい、1番今岡さん、2番赤星さん、3番金本さん、4番檜山さん、5番アリアス、うん、6番片岡さん、7番矢野さん、8番藤本っていうね、はい、ところで代打陣には浜中ね、11本塁打いますし、うん、今岡さん3割4分、12本塁打、72打点、はい、これ首位打者だね、多分この年。で赤星3割1分2厘、はい、で金本さん2割8分9厘、19本塁打、77打点、檜山さん2割7分8厘、16本塁打、63打点、アリアス38本ホームラン、107打点、うん、片岡さん12本塁打、55打点、わお、ね、ピッチャー、井川がなんと20勝です。その年ですね。はい、で、イラブさん13勝8敗、ムーは10勝6敗、下柳さん10勝5敗。うん、えぐいね。そうですね。うん、リリーフ。で、リリーフがウィリアムス、52試合。うん、で、久保田。あれ藤川球児いないじゃん。藤川さん17試合しか投げてないですか。そうなんだ。まだじゃあ球児が出だしなときなんだね。この時はあと吉野が56試合。うん、ね、リガン、防御率 1.51。うんうん、安藤 1.62 だから安藤、ウィリアムス、吉野だね。そのあたりってことですか、うん、リアブさんが8勝3敗、うん、ピッチャー陣もいい、えげつないね。そうですね、うん、勝率的に言うとね、もちろんバッターも3割超えが規定でね、4人もいますし、うん、広沢さんもスタメン12回だけど3割6厘、ホームラン4本、打点15、うん、この年井川投手ね、最優秀選沢村賞とかね、うん、そうだね、20勝だからね、時ですね、うん、このね、スタメン発表はスタメン数が多かった選手でのオーダーだからね、はい、まあ、ちょっといろいろ微調整はありますけれども、うん、このスタメン数が多かった人の中でのオーダーです、はい、数でいうとね、うん、これが第4位です。はい、これも強かったよ、うん、87勝51敗、はい、1位です、うん、星野監督です。とか2005年の王者、3年の方が入ったんですね。そうです、うん、はい。さあ続いては、はい、第3位、はい、2000年のジャイアンツです。へえ、192ポイントです。わあ、2000年のジャイアンツ、はい、ジャイアンツあのめっちゃ優勝してるんで、いつの優勝かなみたいな感じで2000年、2000年、ミレニアムです。長嶋監督です。ミレニアムか。はい、オーダーはですね、はい、1番西さん、ホームラン20本、1番なのに、お、2番清水さん、3番江藤さん、4番松井秀喜さん、42本、108、5番清原さん、6番高橋由伸さん、7番新岡、8番村田新一さんの、はい、このオーダーで、うん、はい、マルチネス、ベンチにいます、はい、17本塁打、64打点です。ピッチャーはメイと工藤さんが12勝ずつしてます、はい、で、上原さんが9勝7敗、うん、だから上原さん、だから2年目だね、うん、1年目20勝したけど、ちょっと2年目のジンクス、はい、で高橋尚さんが1年目で9勝6敗、はい、で桑田さん5勝8敗8セーブ、牧原さん9セーブ、うん、防御率 4.12、 ちょっともう晩年だね、はい、あとリリーフは岡島さん、三沢さん、南さん、野村さん、柏田さん、木村さん、結構投げてる、うん、50試合登板、はい、清原さんもいますよ。そう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 、うん、こちらがね、第3位です、はい、巨人ミレニアム打線です。やっぱこうやって見ると松井秀喜さんすごいですね。えぐいね、42本塁打、うん、まあでもちょっと村上選手がね、うん、あれ3割1分6厘だからね、はい、しかもこの時なんてもう全員巨人にエース当ててた時代だからね。うん、
いやこうやって見るとメンバーすごいですね。ねえ、うん、でこれに勝ってるチームあと2チームあるから。そうか、はい、第2位の発表です。じゃあ行きましょう。196ポイント獲得です、うん、2位は2017年の広島カープ。広島3連覇の1年目と2年目ですか。はい、2年目が、はい、広島3連覇の2年目が2位に、はい、22年間で2位に入ってきました。じゃあメンバーほとんど変わらないままなんじゃないですか。うん、まあそうだね、うん、メンバーは田中菊丸、鈴木誠也が4番に来ます。あ、はい、で松山、エルドレッド、阿部、相澤っていうね、はい、ところで、まあ、新井ちゃんがねスタメンが56試合と若干試合数少なくなってね、はい、まあ、でもそれでも2割9分2厘9本塁打48打点、うん、はい、ね、でバティスタがね、うん、まあ、ドーピングでやめちゃったけどね、11本塁打26打点っていうね、はい、で先発はですね、薮田15勝、うん、岡田12勝、大瀬良10勝、うん、ね、で野村が9勝5敗に栗9勝5敗、ジョンソン6勝3敗ときて、でリリーフは中田、一岡、ジャクソン、中崎、今村です、うん、もうほぼ2点台前後、中崎 1.4、一岡 1.85、中田 2.7、ジャクソン 2.03、うん、今村 2.38 とリリーフ盤石です。いやみんなすごい、みんな60試合前後出てて、うん、今村選手は68試合だけで2点台すごいですね。すごい、めちゃくちゃ素晴らしい。うわー、ただ聞く丸が本当にこう成長、さらに成長した年なんで、ね、バリバリよ。丸3割8厘の23打点92打23本塁打92打点、鈴木誠也3割26本塁打90打点、松山3割2分6厘14本塁打77打点だからね、はい、エルドレッド2割6分5厘27本塁打78打点、これ打点の多さよ。うん、しかもこの年ね、西川が2年目で、42試合スタメンで2割7分5厘5本塁打27打点とちょこちょここれ出始めてきてますね。これはえげつないね。そうですね、うん、うわ、丸選手も田中選手もフル出場、そして、うん、これが、はい、2位でございます。わ、いいですね、優勝して2連覇でさらに強くなったチームでっていう、うん、そうそう、だ16年の1位、はい、1連覇、1連覇じゃなくて初優勝の時は、初優勝じゃないけどね、187ポイント、はい、で、2連覇目が196ポイント、うん、でも3連覇目は、はい、ちなみに言うと70ポイントで、あら、まあ、でもそれでも優勝してるんですね。優勝してるんですよ、うんうん、その年の中でポイントが多いかどうかが重要だから、はい、70ポイントでもその年でも一番多いのよ。あ、そうか、そう、うん、だその相手のチームもあるからね、うん、それでは栄えある、はい、セ・リーグの、はい、2000年以降22年間で最強のバランスが取れたチームはこのチームだ。でるるるるじゃん、2002年の巨人、うん、おー、唯一の200点超え、206ポイントでございます。へー、え、メンバーどのぐらい変化してるんだろう。2002年、はい、西さんが下位打線に行きましたけども、はい、1番清水さん3割1分4厘14本塁打58打点、はい、2番二岡2割8分1厘24本塁打67打点、うん、3番高橋由伸さん3割6厘17本塁打53打点、うん、4番松井秀喜さん3割3分4厘50本塁打107打点、うん、で清原さんが3割1分8厘12本塁打33打点、江藤さん2割4分2厘18本塁打56打点、うん、西さん2割4分4厘8本塁打42打点で、阿部慎之助2割9分8厘18本塁打73打点、最強です。あ、阿部選手はどうしたの。慎之助が2年目です。はい、はい、へー、で元木さんが2割5分7厘6本塁打52打点で、斎藤3割1分5本塁打37打点、うん、で川中さん2割7分7厘1本塁打7打点とベンチから行く人たちも素晴らしい。うわー、で河合さんが38歳でいます。はい、はい、ピッチャー上原さん17勝5敗。あ、その年か。桑田さん12勝6敗、はい、高橋尚則さん10勝4敗、うん、工藤さん9勝8敗で、真田1年目18歳6勝3敗で、入木さん5勝4敗で、リリーフが上部、うん、前田さん、岡島さん、うん、アルモンテ川本さん、川原さん守護神の5勝3敗28セーブです。はー、この年が22年間の2000年以降で最強のチーム、バランスが取れたチームです。これがね、
1位ですよ、はい、なんと。わあ、でも本当になんかザ・巨人っていう感じのメンバーですね、うんうん、でも全体的に言うと、はい、やっぱ巨人が各年度の1位を取ってんだよね、うん、まあ、優勝してますしね。だから言えば、じゃあ各年代のね、はい、1位で言えばね、はい、2000年から発表するとね、はい、2000年巨人、2001年ヤクルト、2002年巨人、2003年阪神、2004年中日、2005年阪神、2006年中日、2007年巨人、2008年巨人、2009年巨人、2010年阪神、2011年が巨人、2012年巨人、2013年巨人、2014年巨人、2015年ヤクルト、16年広島、17年広島、18年広島、19年巨人、20年巨人、21年ヤクルトと、ほぼほぼやっぱ1位になった、優勝したチームが1位、うん、ポイントでも1位になってんのよ。はい、でも2010年の阪神は2位だけど、はい、まあ、このポイントでは1位、うーん、チームとしてはバランスが取れてる、はい、で11年は巨人3位だけどもポイントでは1位っていうね、うーん、ところあるけども、22年間中20年間はやっぱり1位のチームがポイントは1位取ってるっていうね。まあ、その中でもその1位の中でも最強だったのが今の巨人2002年の、はい、っていうのがね、2000年以降のバランスが取れた最強チームは、うん、はい、セリーグは巨人でした、2002年の、はい、はい、ということでね、はい、皆さんが想像したチームはどうでしたか、うん、はい、明日はパ・リーグ編です、はい。